9月15日に嵐の活動25周年を記念した歌絵本、君の歌、の予約が開始された。だが、わずか数時間で完売してしまうハプニングが起こり、ファンからは悲鳴の声が相次いでいる。画像、数時間で即完売した歌絵本、君の歌。嵐は2020年末から活動を休止中ですが、今年はデビュー25年を迎えるため多くのイベントが用意されていました。 特設サイトが開設され、すべてのミュージックビデオの YouTube 公開、ファンクラブ会員限定のライブ上映イベントなどが告知されています。注目の歌い本は、同名のシングルの絵本家でした、スポーツ指揮者。ファン待望の歌い本だったが、それだけに競争率も非常に高いものだった。X 上では、お昼過ぎサイトが混雑してて入れず落ち着いてからと、2時間後にインしたら売り切れ。 君の歌の歌い本売り切れ早いよ、会員限定だけでも受注にして欲しかった。FC 限定で先行販売なのにもう売り切れってさすがすぎるけど怖すぎる。といった声が並ぶ。そして、ファンからの不満は在庫数だけではない。今回の、速完、には別の不満も上がっていると、前室のスポーツ指揮者が語る。歌い本の予約制限数一人三冊までという部分です。 一度に複数冊購入できることで、転売などが発生しやすくなります。一時受付は9月15日の昼12時より始まるも、数時間で完売してしまいました。二時受付は10月1日昼12時より告知されていますが、その場合は、年度末の発送となるため、すぐに手に入れたいファンは転売商品に手を出してしまうかもしれません。ネット上でも、一人3冊までとか多すぎではないですか ファンのみんなに行き届かないのでは、転売されても他のファンの方が嫌な気持ちになると思います。絶対転売するやついるんやから一人一冊にして会員全員に行き渡るようにしてほしいわ。といった声も聞かれる。今回のハプニングは嵐の根強い人気を誇るもの。売り方に関しても少し工夫が必要だったかもしれない。